早急に説明します早急に説明しますね。これですね。早急に説明させていただきます。この配信はこのあと24時59分から日本テレビで放送される AKB48 さよならモーリーさんをみんなで一緒に見ようという配信です。関東ローカルなので見られない人もいると思いますが、番組放送直後から Hulu、TVer で見逃し配信もあるので、この時間は私のショールームを見て後から番組をチェックしてくださいということですそしてさよならモーリーさんの説明は、毎週木曜24時59分から日本テレビで放送される AKB48 のバラエティ番組、番組放送直後から Hulu、TVer で見逃し配信、日付またいで本日金曜日の20時からはショールームにて番組と連動したエピソード動画も公開。エピソード動画とはショールームの新機能で生配信ではなくアーカイブとなります。番組のハッシュタグはハッシュタグ AKB さよならモーリーさん、そして MC は霜降り明星さん、峯岸みなみさんがレギュラー出演で、番組センターは大森真帆さんです。プレゼント企画説明、これが一番大事ですね。それはですね、この配信を記念したプレゼント企画も実施いたします。本配信のランキング上位3名の方にはさよならモーリーさんのスタジオで撮影した撮り下ろし集合写真を私のサインが入った台紙とセットでプレゼントしちゃいます。最後までぜひ配信をご覧ください。そして上位3名にぜひ残ってくださいはい、よかった間に合った、危ねー危なかったみたいな感じですね。59分からもうほんと間に合わないかと思いましたよ。なんか謎にお掃除とか始めちゃってなんでって感じなんですけど、これはさよならモーリーさんの前にビンゴやってたじゃないですか、のスタッフさんと女性スタッフさんと2人仲いいんですけど、そのお二方と行って、私はこの水色のシャチを取って、これはスタッフさんが取ってくれたやつ、これはゲームセンターで取ったやつです。最近この 4人を抱いて寝てますはい、ということで、これはおばあちゃん家の毛布ですみたいな感じですかね今日は多分みんな泣いてる回だと思う。ちょっと私は涙は出てないんですけどでも感動回だと思います。ファンの人が応援したいって、メンバーのことを応援したいって思うような配信だと思うんですけど、なんかこれをねやる前に私卒業発表してるんですよ。でなんか私卒業するしなってシンプルに、私卒業するしなって思ったんですけど、なんかあれらしいです、なんだっけ卒業発表する前に出るメンバーを決めていただいてたらしくて、そこで私の名前を挙げていただいたらしくて、出させていただくことになったんですけど、立ち位置が難しかったです卒業する身からすれば立ち位置難しいなと思ってちょっといたんですけど、なんか客観視してみんなを見たり、いろんな目線から見れたなって思いました。浜ちゃん大人っぽくなったね、嬉しい、ありがとうございます。まあもうだって12歳から始めてもう今年22歳なんで大人になりますよ、そりゃ辞めますしね、卒業しちゃうからね、どんどん
業の時期が近づいてきて、なんか実感湧かないですね。やっぱでも実感はすごい湧くんですけど、実感は湧くけど湧かないですね。なんか、うん、って感じ。なんかマウスピースしてるとさ、すごい喋りにくくてあれなんですけど、なんか今日私あんま可愛くないですね。もう一回もう一回、どんな時も可愛いですよね。それそれそれ、それは可愛いですよね。今日なんかあんま可愛くないなって思いながら、でも可愛いですよね、どんな時も。なんかやっぱメイクして出た方がいい。でもこの時間ってさすがにメイクできないんです、眠いし。そう、起きてようかなって思いましたよ、メイクしたまま。でもちょっとさすがにお風呂入らせてくれと思って、お風呂入っていつもこうやってるんですけど、入っちゃいましたね。そう、次のシングルナイト曲に私の名前がないんです。あのね、もう始まるかな、まだいける。あのすっごい悩んだんですよ。こんなところで話すことじゃないかもですけど、もう活動を通して今までで一番悩んだことかもしれない。次のシングルに参加するかしないか、8曲があるって聞いて、すっごい9年間やってきたし、あの参加はもちろんしたかったんですけど、やっぱり8の卒業、8のコンサートで区切りをつけたいなと思ったので、そう、あのそうなるとシングルには参加できないよってなってしまったので、苦渋の決断だったんですけど、本当はめっちゃ参加したかったんですけど、でもね、もしかしたら披露させていただく時もあるかもしれないし、自分がなんだ難しい、自分が望んだあのなんていうの立ち位置とかでは披露できないかもしれないですけど、そう、なんかね、初期面とかでもし歌うとかあったら、そこには入れるか、そこで一緒に歌えるか歌えないかとかは運営の方が割り振ることなので、本当は歌いたいですけど、あのどうかは分からない、私の名前はもうないので難しいんですけど、大人の方に任せることにはなるんですけど、苦渋の決断で参加させないことになりました。だからもし披露することがあったら全力で踊りたいと思いますって感じですね。みたいな感じで、もうそろそろなんじゃないですか。ヘッドホンでさっき音が聞こえるかもちゃんと確認してやりました。あ、始まった、つけます、いて。来ました。このパジャマとこのヘッドホン合ってなくない？そう、知らんかった、ミュージックビデオ撮影してるの。でこれ音漏れすごい聞こえる？大丈夫かな。なんかさ、普通の音を聞かないとさ、自分でかい声で喋っちゃうからつけてないんですけど、てか見てますか皆さん、この企画
辛いですよね。親御さんにアンケートって結構きつくないですか？しかもアンケートの内容も結構ハードで、見ていただいたら分かると思うんですけど、めっちゃハードで、私だって卒業するとかじゃなかったら結構親にこのアンケート送るの嫌かもって思いますね。ハッツの家族ってワイワイしてるイメージいいよね、すごい、あの元気なイメージ、みんな。イメージある、これはもうハッツのイメージ。なんか私髪型清楚これ髪型清楚、サキさんと私まだそんな喋ったことないんですよね。めっちゃ綺麗、お顔が。素晴らしい考えですよね。なんかもうすごい。レンちゃんってなんでこんな肌白いの？どうして？でもなんかお顔真っ赤っか。照れてるのかな？出てるのかな、はい。なんちゃんって一人っ子なんかな、気になる。スタミナのお母さん面白い、マジでめっちゃ面白いと思って、スタミナも面白くて、めっちゃ面白い子やなと思って、めっちゃ厳しい、サトミナのお母さん。面白そう。スタミナのお母さんお会いしてみたい。ハータンも私あんまお話しさせていただいたことないんですけど、ハータンもなんかなんだろう、あんまあの周りにいないタイプ、結構知れば知るほど面白そうって思います。すごい、どういうこと、合ってるかも分からへんし、これすごい特技面白すぎる。いいなこんな親、私のお母さんとかもそんなこと言ってくれるかな。こんな風に言ってもらいたい。私だって私あれですよ、お父さんとかにお前猿みたいな顔やなって言われますか、ね、やめてと思ってね。ゴリラの練習してたの何？
ゴリラになっちゃうやん、そんなどういうこと、どういうこと、ゴリラファンって。すごい、すごくない？すごいですよね。どういうこと？舞台？演技？ダンス？トホホのほやばい。トホホのほってもう今時聞いたことないですよね。めっちゃ痒い鼻、どうしよう。意味わからん、もうアイドルじゃないやん。恥ずかしい。そう、なんか溶けるっていうか沈んでいくんです、膝。わかります？溶接した人ならわかる。焦る、こんなん焦る、焦るわ。この時私のお父さんがあれだったんです、弟の病院行っててなんで病院行ってんのに電話か、あのかかってくんやろって思ってました。そう、なんかすごい愛されてるって感じでしためっちゃなんかいいお母さん、そう、上品なお母さん、そうすぎてなんか育ちの良さそうな。素敵素敵。いいお母さんすぎる。ほっこり。かわいい、かわいいよね、すごいかわいい。かわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいいです。早く見つけて。かわいい、確かにお母さんアイドルみたい。これ何言ったっけ、全然覚えてない。あ、でもお母さんが言うことか。うんうん、ほっこり。私のお父さん真面目すぎてめっちゃ真面目に答えてた気がする。
めっちゃ目ピクピクしてる。溺愛してる。はずじゃない、間違えた、かゆい目鼻かゆい。人形さんみたい、かわいい。言いそう、ハルピョンのね、お父さん絶対言うと思いました。これは、あーもういい、素敵。面白すぎる。つんちゃんの母さんってなんでこんな素敵なん？ああいい人。あーもう今聞いても泣ける。いい人すぎ。もう素敵すぎる。こんないい人なん？そりゃいい子が生まれてくるわ。うん、もう素敵な親御さん好き。よりさん面白すぎる。私ね、この回そんな喋った記憶ないんですよね。なんかあの卒業するんでなんかあんまだったから、こうやってあの他に聞きたい人みたいな時に手を挙げてた気がする。なんかあの卒業するんでなんかあのこういう時に積極的に手を挙げてくださいってスタッフの方に言っていただいて分かりましたって言って頑張って手を挙げてたイメージです、この回確か。いやそうよ、ほんまにそう。ねえ、これきついよね。やっぱ娘さん出てなかったって言われるのマジできつい。きついですよね、やっぱ。
いい家族すぎる。素晴らしい親御さんのもとで素晴らしい女の子が、なんだろう、娘さんが生まれてくるんだなってすごいこの回で思いました。そうよ、聞き方がきつすぎますだって親御さんに非選抜とか、なんだろう、娘さんはなんで非選抜なんですかとか聞かれると、やっぱきついですよねとは思います。難しい CM。 そうだな、でもまあ難しいですよねでもまあ容赦ないアンケートですねでそれでね、番組が面白く、皆さんがね、あ、こういう子いるんだとか、あ、ね、こういう親御さんがいてこういう子が AKB に入ってるんだとかいう興味が出ると思うので、すごいいいなとは思いますけど、やっぱね、メンバーも多分悔しいって気持ちもあるだろうし、あると思うんですけど、でもまあ非選抜だからこそこうやってたくさんね、地上波で番組に何回も収録したんで、このこういう非選抜の回だから、非選抜じゃなかったらこうやって出させていただけないかったかもしれないんで、それが難しいところであるんですけど、こうやってね、チャンスを与えてくれるっていうか、皆さんの目に留まりやすいようにチャンスを与えてくれるっていう意味では、すごい素敵な番組だなって思います。もうみんな入ってもおかしくないから難しいんですよね、こういうのって。そう、みんなそれなりに努力してない人はいないし、みんな素敵すぎて、一人一人が素敵すぎてとは思いますね。でもそれでも決められた人数なんで、そこが AKB のいいところでもあり、難しいところでもあるなって思いますね。素敵すぎる。家にいるときは笑顔でいられるようにするだけですって、かっこいい。ね、こういう卒業ソング流れると私の卒業会なり歌おうとか思いますね。みんな報われてほしい。うん、厳しいね。こんな皆さん泣きますよね。私も今ジーンときた
涙が欲しいですよ。短い、短すぎる。誰でしょう。私も誰やったか忘れました。誰やったっけ、誰やったっけ。ああ、思い出したかも。思い出したかも。でもその人なんかの分からへんけど。たまちゃんのグッズ買おう、ぜひ。皆さんぜひ。もうね、ラスト、どんどんグッズをゲットする機会が減っていくと思うので、ぜひあれだけ皆さんゲットしてくれると嬉しいなって思います。ですね。なんだろう、仕事終わったって。今、お疲れ様、まゆみんちゃん。今やばくない？すごい、お疲れ様です。お、じゅんた、アットマーク、浜ちゃんに出会えてよかった、大好きさん、タワーありがとうございます。せーの、ハマったわー、ありがとうございます。じゅんたさん、ありがとうございます。私も大好き、ありがとう。ハマったわ、ありがとう。じゅんたさん、ありがとうございます。私もじゅんたさんに出会えてよかったです。ありがとうございます。あと、モーリーさんってどの回があるんだろう、どの回があるんだろうって思ってます。相変わらずバスケ好き、好きです。でもね、最近全然見てないです。最近もうめっちゃ野球見ちゃってます。野球見ちゃってますね。みんな泣いてたよ。もうだってもう感動する。これやばい。こんな感動してるタイミングでこれ面白くない？うん、すごかったよ。やばい、私の顔死んでた。恥ずかしい、私の顔死んでましたね、今。なんかさ、シーンってなってるからさ、ちょっと暗い顔になっちゃいました。これね、こんだけじゃないですか、もっと長かったんですよ。本当にこれ、そうで、こっからも聞いてください。マジで、ほら、私、恥ずかしい。
なんやろ、あ、終わった。え、もう、え、こんだけじゃないですか、おりちゃんのこのお父さんの尺。もうすごかってんから、もう体感10分ぐらい喋ってましたよ。体感10分ぐらいずーっと喋ってはって、すごくて、トーク力が。そう思ってましたね。次週、来週なんか喋ってますけど、私来週やばいかも。ちょっと待って、恥ずかしい。あの、早く来週終えたいです。でも来週私やるのかな、実況配信、わかんないですけど。来週は喋ってますね。もうね、いつもね、バラエティ番組出たらたまに後悔するんです。こんな感じで喋らんかったよかったって思います。将来に影響しそう。将来に影響しそうだなって思いながら、バラエティ番組終えた後帰ってます。ちょっと後悔しながら。もうね、おりんちゃんのお父さんすごかったね。もうね、すっごい喋ってんの、もうずっと。今のよりも 何億倍も長かったね。ずっと喋ってるの。トーク力がありすぎて、もう芸人さんかと思うぐらいすごくて、でもそれぐらいトーク力持たないとって思いましたね。てな感じで終わりましたかね。めっちゃ鼻がいい。薬まだ飲んでないから、この後飲みます。選抜が入れ替わりたい選抜メンバー、ぜひお楽しみに。このね、プロジェクトね。ね、これの下をやばくない？めっちゃ可愛い。下をドタイプで可愛い。みたいな感じでした。終わりましたかね。終わりましたかね。もう本当に将来に影響しそうなぐらい、バラエティバカみたいな感じ。やってますけど、心配です、それだけ。そんな感じで終わりました。あの、どうでしたか。もう今日は感動会ですね。どれだ、これか。感動会でしたが、皆さんどうでしたか。まあ、次週もぜひ見ていただけたらなと思います。皆さん、感想ちゃんとハッシュタグ AKB さよならモーリーさんつけてやってくれましたか。わかんないですけど。ということで、感想はハッシュタグ AKB さよならモーリーさんでツイートしてください、お願いします。そして日付またいで、本日20時からはショールームにて番組と連動したエピソード動画が公開されます。モーリピー目線の番組本編では見られないメンバーの裏側を見ることができるので、ぜひチェックしてみてください。 Hulu、TVer で見逃し配信があるので、ぜひご覧ください。ということで、皆さんね、こんな夜遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。ということでですね、なんと上位3名の方は番組終了後で1週間以内にですね、写真、さよならモーリーさんのスタジオで撮影した撮り下ろしの集合写真を、私のサインが入った色紙とセットでプレゼントいたしますので、もうね、サインなかなかゲットする機会がないと思いますので、もう話し会も終わっちゃったしね。だから皆さんぜひゲットしてください。ということで、いいですか、ランキングを読みたいと思います。
ランキング読みますよ。はい、読みます。13位、うららさん、ありがとうございます。そして12位、プテキャンさん、ありがとうございます。そして11位、アイングマルさん、ありがとうございます。そして10位、コシさん、ありがとうございます。そして9位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。そして8位、まゆみんさん、ありがとうございます。そして7位、キッタンアットマーク、先週からハマちゃんラブ、会いたかった。先週からありがとうございます。これからもどうかよろしくお願いします。そして6位、人的さん、ありがとうございます。そして5位、鍋トラさん、ありがとうございます。そして4位、クレジアットマーク、土日富山アーウェイ戦観戦してくる絶対勝つさん、ありがとうございます。ぜひ楽しんでください。ありがとうございます。そしてなんと3位、ダイエッターしおりーさん、おめでとうございます。3位からやんな、おめでとうございます。そして2位、わたけんさん、おめでとうございます。わたけんさん、ありがとうございます。そして1位、ジュンタとマーク、ハマちゃん出会えてよかった、大好きさん、タワーもありがとうございました、おめでとうございます。ダイエッターしおりーさんと、わたけんさんとジュンタさん、おめでとうございます。ぜひあのちょっとあの残りはずなんかあの先みたいですけど、あのお待ちください。ですね、ただいまお読みした上位3名の方には番組終了後1週間以内にショールームより番組特典当選のお知らせというメッセージをお送りしますので、ショールームの受信ボックスを1週間以内にあのご確認ください。そしてニックネームは連絡があるまで変えないよう、変えないようですね、ニックネームは連絡があるまで変えないようお願いいたします。なお特典の発送には2ヶ月ほどお時間をいただけますのでご了承ください。来週以降も木曜24時59分は日本テレビ AKB48 さよならモーリーさん、ぜひ見てくださいということで、あのね、夜遅くに見ていただいて本当にありがとうございました。タブレットの消し方、そう、ありがとうございました。あの次週はあのやるか、同時視聴配信をねやるメンツに入るかわかんないんですけど、ぜひ見ていただけたらなと思います。ではでは、皆さんいい夜を、おやすみなさい、バイバーイ、おやすみー。